バストのサイズ教えてくれます？ちょっと小さめで、22.5 です。じゃあヒップはどのぐらいあるの？158センチです。最近売れっ子で忙しいでしょ？そうですね、今コンサートでずっと、はい。どのぐらいお風呂入ってません？今3年目。3年目に入った、はい。トイレも随分行ってない？今は1年半です。パンツはつけてますか？つけてない。どうしてつけないんですか？なんとなくこう毎日ね、こうっていうのがダメなんですよね。毎日つけるのがめんどくさい。つけといた方がいいですよ。ほら、風邪ひいたり危険ですしね。あんたつけなさい。はい、じゃあつけます。つけます。はい、ね、そういうわけでつけるそうですから。はい。まずは毎週水曜夜9時56分放送、水曜日のダウンタウン。もういないんです。お願いします。芸能人たちが独自の仮説を持ち寄り検証するこちらの番組。そんな中、ダウンタウンさえ知らされていなかった超大物が乱入。誰？絶対あかんやんか。嘘やろ。何をしてるんですか？読んでないっすよ。そんなにびっくりした。その人物とはビートたけしさん。学園にいたらやってるから。フットワーク軽すぎるでしょ。もう帰りな、俺。早く。びっくりした。これで帰るんすか？本当にフラッと来たんですか？本物です。本物です。ですよね。ほであっさり帰っていかない。この乱入で3人は23年ぶりの共演を果たしました。いくつだったの？いや52ですよ。だからあれあれってもう52。俺若い時52ってなんか絶対死んでも嫌だと思ったけどね。52じゃ52じゃどうにか納得するもんだよね。納得せなしゃあないし、本人はね。俺還暦って言われた時にもあのね、還暦の字がね頭に浮かんでね、はあ、もうねなんか杖ついて赤いな、そう、そんなイメージ、三着を着てね、はあ、って歩いてる姿がね頭に浮かんじゃって、はあ、やんなっちゃったよ。え、もうまだまだこの芸能界やるの？もうやめたりせえんの？俺ね、もう最近考えてね。でしょ。あの、やめるのは失礼だと思うんだよ。お客さんに、ファンに、ファンにね、はあ、やめるって言わなくたってやめさせてくれるから。だって一人ずつ悪くやん、番組なくなるけどね。徐々になくなればしょうがないじゃん、うん、まあそれはそれちょっとでええの。スパーンと、もうスパーンと、うん、スパーンとやめてもかっこええやることないんだよ。さすやな。だって行くとこないもん。だってほんだテレビ局と飲み屋しか知らないんだよ。テレビ局と飲み屋とあとなんだデリヘルジョーしか知らないんだよ。なんだ、ほんまやからね、それ怖いわ、もうごめん。あのね、こういうドアのとこから見たね、ブサイクのデリヘル嬢ぐらい笑うものなんですよ。こういう覗き眼鏡でドアでピンポーンって来ましたってこう見た時ね、わーって言ったもん。山田さんって言われちゃって、あんたのせいでえらい目に遭ったもんね。箱の新宿の店で、あれな、あのファッションヘルス、たけしさんの、私、俺の知り合いだからファッションヘルスでさんま顔出してくれ言うて頼むって言うて、ひょうきん族の休憩時間に二人で行って、ねえ、サインしてくれ言うて、サインこう壁にかかって、お姉ちゃんたち涙ぐんで喜んでたら、 そこ手入れ入っちゃったんだよね。次の日手入れ入って、ほんで報道のカメラが入りよった、その店に。でいろいろ芸能人の方も来てるらしいって全部3万より愛をここに。バカげねえか。あんたもタケちゃんマンの顔描いて。なあ、芸能人の方ってそこで一回パンが止まったんだけど。冗談じゃないよ。あれはあの時期ちょっと不安減ったよね。さすが引いたね、みんな。じゃああの時俺はモテる男1位2位だったのよ。不安投票で抱かれたいタレントがほとんど1位2位だったの。その2人がファッションヘルス行ってるって、えらい芸能人でモテるモテるだけど全然モテへんねんなって、なんかかっこ悪かったな。あんたのせいでえらいよ。あんたはね、あのね、あれだよ、テレビ局によってはね、
こんな都合のいいやついないよ。僕が、うん、照明とだってカメラ持ってくればいいんだもん。あと何もいらないんだ。ただ喋ってるだけなんだから。これ映したらだって持つんだもん。持つんだもん。他のあの発射スカークとかないんだね。セット作っちゃって。セット作って。ピンピンピンコだなんだってみんな出たり入ったり、台本書いてああだこうだってやって、一人と同じなんだろ。だ一人で持ってんだよ。一人で持ってない。ね、それ何こうしてゲストがいるわけ、そんなもん。だから、照明とカメラだけ。パンダなんか一枚ないんで、何にもしなくたってね。ほんまやね。かわいそうなのは、猿とか犬、みんなゲームばっかりって。で、誰も見てくんないんだよ。あいつ同じだよ。これ、生まれつかない、俺。これ、聞くな。いや、だんだん美味しくなってきましたよ、これね。これ、じゃあ、若い。おい、もう、もう100万超えた。明石家、ここでこれだよ。明石家って。ここで、ここで食ってんの、このね。あ、このタイミングだったら、すいません。これでワインがね、良くなって、これ食うから。はぁ、いや、これは。もう、生きててよかったっていうかね。ほら、アラブ万歳だよ。まあ、意味わかんないけど。どうして俺年取ってつまんなくて笑ってるのかな。俺ものすごい大事なことで笑ってるんだよ。いや回るね。もう俺も最近ベタの方が好きやもん。これねこの間ね勇気を持ってモノマネやったんだよ。うん、何のあのあれこんばんはってやったんだよ。森、こんばんは森喜朗ですって言ったんだよ。みんな引いちゃった。どこにその笑いすごいから、こんばんは森さん中ですとかいろいろやったら、やればやるほどみんな引いてって、まだ分かるだけいいなと思ってんで、引いてる方だか分かる、分かる、分かったからよかったな。うん、だからもう長いでしょ、もうこの世界長いから、どんどん一周回ってきて、くだらんことが面白くなったりする時、そうそうそう、ありますよね。妙なね、うん、妙なことでね、笑いが止まらなくなったりね、うん、でちょっとひねくったネタがね、やだそういうのっていう、あ、ちょっとやりすぎだろうって、あ、今の若手の漫才やりすぎなとかじゃん、あ、頭ひねくってひねくって、うん、まあ、ちょっと角度変えてる、ものすごいこう精密機械のようなお笑い作ってくるじゃん、うんうん、そんなにあのこう最先端のあのなんかデジタルみたいな笑い作んなくたってと思うの、あ、もっと大ボケにかましてくれた方がという感じはあるじゃん。あんた大ボケ好きやもんね。長年よー椅子取ってたとこ座っとったね、あれあれ受けても受けなくてもやっとったね、ずっと。あれはだっておしゃんばんべと変わってないだろ、だって持ち芸なんだから。あ、とりあえずごまれしてやるもんだって。こんな席でも一緒に暮らしましょうよ。こんなじじいはやだよ俺は。じゃあんた欲しくなるってこんなんさ。あ、で出た、あの和田彦のよ、殺人事件、殺人事件出ましたよ。僕はあなたも、あなたも出てたでしょ。悪口ぼっかり言ってた。結構あの受けてた、受けてた。うそ、うん、それあれ本当の言葉なんだから。どれが全部俺が言ったのは和田彦の本当の話なんだよ。え、どんなこと言ってました。いや、麻雀やってて、チートイチでこうずっと考えた、ここにインペンが映ってた。で、こうやって考えて、やっぱこれで待とうっつった時に、あの、和田さん、インペンじゃないって。とりあえず、なんでよかったのって、これインペンついてる。だから、ノーメイクで麻雀してて、うどん屋の大将が出前に来て、おちゃん、和田彦、どこにいんのって、和田彦さんに聞いてたいう話がある。あとマッサージ師が和田君呼んでて、相当女泣かしたでしょ。失礼しますって暗いとこ行って、お客さんとも、うーん、旦那と女やってますねって私は和田だって言ったんだよ。そうそう、一緒にゴルフ行った時にバンカー足跡、キャディーさんがあれクマが出たのとか言って、マジやね、クマかなって言って、うちやとか言って、だって宮城木があれは、お子さんって、あのね、ねえ、ほんとね、笑ったぐらいでかいよね、ねえ、うん、で泥棒が靴のこれから中入って見てたって言われて、嘘って、嘘って言うのが悲しいよ。それぐらい分かってるわ。なんであっこだの、この、なんか靴の中に泥棒が隠れないねん。そんなこと言う、一生暮らすんやろな。一生暮らしていくんやろね。そうやってね。そんなこと言いながら。ね、やんなっちゃったな、だけどな。あと意外と長生きするんでしょうね。いや、俺ね、俺のが早い感じがしてきましたよ。ずっと昔から63だって言ってんだよ。あ、自分が死ぬのは、うん、で、あと3年かないんだよ。ほう。だからね、必死になってね、今ね、今映画終わっちゃったんだけど。あ、また撮ったの、
また撮る準備に入ったら事務所が呆れ切っちゃって、今の映画は公開してないのにもう次の映画ってから、はあ、また映画入らねえんだ俺の客。